はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 1A のですね、165ページの、163番の問題ですね、これをちょっとやっていこうかなと思います。で、どんな問題かっていうと、三角形 ABC の辺 ABAC の中点をそれぞれ DE としと、でこれちょっと図がないので自分で書いてきますね。あ、よいしょ、ちょっとうまくないな、書いてきますね。うん、でまず三角形 ABC で中点をそれぞれ、DE とすると、うん、DE とし E を通り AB に平行な、直線と D を通り BE に、平行な直線との交点を F とするって言ってるので、まず AB に平行な E を通る直線と D を通り、BE だから、まあちょっと BE 引いちゃいますね。 BE、 まあこんな感じですかね。うん、D を通り BE に平行な直線との交点を F とすると言っているので、これですね、 F。で、点 E は三角形 CFD の重心であることを、ここに三角形重心であることを、証明せよというふうに言ってるんですね。うん、で、そうするとまずこの DE と、まあ、中点なんでね、中点連結定理で BC が平行っていうのは、まあ、出るかなと思うんですね。うん、でまず、三角形、この、あ、三角形じゃない、四角形 DBCF ってここがね平行だよと、うん、いうことが分かるわけですよね。うん、で、でその次に、これとこれ、これとこれも平行だっていうことなんで、四角形 DBEF、DBEF は平行四辺形ですねっていうのが言えるよねと。うん、でそうすると、DB と EF、うん、DB イコール EF っていうのが言えますよね。で、あと DB と AD っていうのも言えますよね、中点なんでね。 DB イコール、AD で、そうすると AD と EF っていうのはこれ、うん、AD イコール EF っていうのも言えますよね。うん、でそうすると仮定からね、これとこれ平行だっていうふうに言ってるので、AD 平行 EF も言えますよね。うん、で、よって、四角形 ADEF、ADEF は平行四辺形って言えますよね。うん、で、
平行神経ってことは、ここを M って置くと DM と MF、 まあこことここ平行神経なんで、こことこ同じ長さになりますよね。対角線の交点なんでね。で、同じように AM イコール ME っていうふうに言えると。で、仮定から、まあ、CE 対 EM って、これ中点なんで、ここも中点ってことは2対1になりますよね。で、2対1と。で、CM、 CM は、三角形、CFD の中線ですよね。これ真ん中ですもんね。中線で、であり、点、E は CM を、2対1に内分する点であるから、点 E は三角形 CFD の重心って言えますよね。ね。っていうふうに まとめられればいいかなと思いますね。で、お次167ですね。で、167いきますね。167どんな問題かっていうと、三角形 ABC の内心を I と、 ABC の内心を I と、で、角 A の二等分線と角 B の外角の二等分線の交点を P、とするとき、次の、各問いに答えよと言ってんですね。で、 IBP の大きさ、ここですよね。で、これね、I が内心だって言ってるので、まあ、ここに内接円があるっていうふうに考えてもらうとどうなるかっていうと、これってここ同じ角度になりますよね。あの内心に各頂点から引く線っていうのはね、それが特徴なので、そうするとこれ、各まあ、なんですかね、A、B、のこの直線に対して二等分線二等分線で IBP っていうのができてるんで、そうするとこれ180度の半分っていうふうになるので、これ90度っていうのがすぐに出るかなと思うんですね。で、括弧2番の方いきますね。三角形 ABC の外接円は IP を二等分することを証明せよっていうふうに言ってんですね。で、これはちょっと書いてかなきゃいけないのでちょっと大変なんですが、まずね、各、どこだ、ちょっと待ってくださいね。これね、書いてないのがあるんで、ここを E にしますね。で、各、IBE、 各 IBE
E っていうのは各 IBC って言ってここですよね、この角度、うん、と各、EBC と EBC とこの角度ですね、うん、でできてるんだよと。まあここに1本線引いときますかね、見やすくするためにね、うん、でこれっていうのは、うん、各 EBC っていうのは各、EAB と円周角の通り定理で一緒ですよね。各 EBC イコール各 EAC と。で、I は内心なので、今度は IBC、各 IBC っていうのは各IBA と一緒ですよねと。ここと、うん、ここは同じ角度ですよねと、うん、であと、角、EAC、 EAC っていうのは EAC と、角、IAB っていうのも一緒ですよねと、うん、IAB こことここ一緒ですよねと、うん、でってことはですね、各 EBI っていうのは各 IBA プラス各IAB、 要するにこことここを足したものと、あ、ここの各 IBE、まあ、っていうのは一緒ですよねと、うん、EBI か、うん、でってことは各、うん、各、EIBEIB とも一緒だよね、こことここ足したらここの外角になるよねっていうふうに言ってて、ってことはこことここが一緒になるってことは EI イコール EB だよね。で、三角形、うん、EBI は二等辺三角形になるってことですよね。二等辺三角形と、要するにこことここは同じ長さで、こことここの角度は一緒だよっていうのを今言ったんですね。うん、で次に、さっきここがね直角だったっていうふうに言ったので、直角だと言ったので、角、あ、いけねえ、うわ、角、EB、EBP っていうのは、90度マイナス角 EBI だよねと、ここだよねと、うん、であともう一個角、EPB っていうのは90度マイナス、角 EPB だよねと、90度マイナス
おお、いけねえ。EPB じゃねえや。I、ごめんなさい。EIB でしたね。EIB。これって90度だから、ここと動かしたら90度だよね。と。で、90からここ、ここを引いたらこっちになるよね。っていうこと。ってことは、ここと、まあ、ここは同じ角度だよね。っていうのが言えますよね。これでね。で、角、うん、EBP イコール角、EPB と高徳がイコールだよねと。ってことは BE イコール EP だよねと、うん、で、そうするとさっきね、EI イコール EB って言ってるので BE と同じですよね。ってことは EI イコール EP、 EI イコール EP ってなって、三角形 ABC の外接円、外接円は線分 IP を二等分すると。狭いな、うん、線分 IP を二等分するっていう形になりますね。ちょっと長くなりましたね。とりあえずこれでね、一旦解説を終わりにして、また次にね、やっていこうかなと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。